子供の本気。先週行われました27時間テレビのちびっこ本気ダンス選手権、ダンスに本気で向き合う子供たちが登場します。福岡県代表として出場したのは九州男児ジェネレーションズ。8歳から13歳の12人で結成されたチームです。彼らが所属しているスタジオ MJ は久留米市にありながら海外でも有名な名門スタジオ。数多くの賞を受賞し、ダンス界で知らない人はいません。もちろんインストラクターも超一流。彼らを教えている周平先生は世界大会にも出場しているダンサーなんです。まあ、とりあえず本当にその辺にいる子供たちなんですよね。まあ、遊ぶとき遊ぶし走り回るしですね、注意したら変な嫌な顔するんですけども、ちょっと違うのがやっぱり自分に目標を作ってるんですね。一人一人これをやるあれをやるっていうの、その目標に向かってやるときだけはちょっと僕らと一緒でプロのような顔をするんですよね。そういう意味ではすごいやる気のある子たちだと思います。常に向上心を持ってダンスと向き合う彼らゆえに、たとえ小学生であってもメンバー同士の関係性は、チームの中にライバルはいますか？はい。誰ですか？ライキです。ライキ君、ライバルいる？マナトです。マナト君、僕と同じ技ができて負けたくないから。今回は27時間テレビからさらにレベルアップした TNC 夏祭り特別バージョンを披露してくれる彼ら。ダンスの注目ポイントはリーダー的存在の堀太一君。27時間テレビでも圧巻のソロパートを披露しました。太一君がダンスを始めたきっかけは、お兄ちゃんがダンスをやってて、それで憧れて始めました。実は太一くんのお兄ちゃんは九州男児新選組というスタジオ MJ のトップチームのリーダーであり、ブレイクダンスの世界大会で現在3連覇中の堀一生くん。チームではリーダーとして年下のメンバーにもアドバイスをし、信頼も厚い男の子です。そんな太一くんのスーパーアクロバットダンスに注目です。そしてもう一人の注目ダンサーが、全ジャンル踊れるすごいダンサーになりたいです。そんな夢を持つ実際のちーくん、彼が今回挑戦するのはなんとけん玉。すごいここら辺の田舎の方に育ってる子で、ダンスなんか絶対出会わないような子なんですけども、なぜか出会ってしまって、なぜか今回矢倉の上でけん玉をするっていう、もう面白いような流れになってるんで、ちーくんは僕個人としては期待してるんで、その分怒ってですね。もっとちーくん近づいて、フォーメーションが違う、フォーメーション、せい、えい、こっちから、ちーくんが違う、振り向かったら違うよ、右足から。期待されている分怒られることも多いですが、そんなことではへこたれません。回したらいいから、もっと練習して、いい方法を見つけて、もっと上手になりたい。熱い思いを持った子どもたちが高校生メンバーを加えてさらにレベルアップしたパフォーマンスを TNC 夏祭り特別バージョンで披露してくれます。Technology. Technology. Technology. Yeah.
ありがとうございました。いや素晴らしい。こうより一層ね、27時間テレビよりもパワーアップした皆さん、いやリーダー太一くん、今日のステージいかがでしたか？このようなとても素敵なステージでみんなで楽しく踊れたのでよかったです。そして実際のちーくん、今日はより一層難しい歌に挑戦しましたけれども、どうでした？入らなくて悔しかったです。いやその悔しさをね、ぜひ次の舞台に生かしてほしいと思います。ではリーダーの太一くん、最後に今後の意気込みをお願いします。今月アメリカである WOD という世界大会でとてもいい結果が出せるように今は頑張っています。とてもいい結果とは？世界一ですね。久留米から世界へ、九州男児ジェネレーションズの皆さんでした。どうもありがとうございました。